色を取り入れて、まあ、特別仕様で作ってもらってます。外国人スタッフの多いインギングならではのアイディアって、しかしお弁当以外の食事をとっているチームはないの？もちろんいます。それがこの方、我らがドクター柳、お弁当の他にもこういった、ケータリングで、パスタを食べるドライバーもいます。僕のはこれは、ですね、F3 で、以前お世話になってた3ボンドの、ケータリングのパスタをいつもいただいています。博士は消化の良いパスタを食べていた。パスタみたいな炭水化物は運動前のスポーツ選手には最適ですもんね。でもレース前って皆さん普通の食事をされているんですね。続いての疑問はこちら。レーシングマシンのタイヤ交換はどうしてあんなに早いの？という疑問。モータースポーツにおいてもう一つの見どころともいえるピット作業。普段は縁の下の力持ちのピットクルーが主役のもう一つのレース。でもその速さは我々の自動車のタイヤ交換とは桁違い。どこかに秘密があるはず。この疑問に答えてくれたのはチームボスインギングのメカニック小森達也さん。その質問にお答えします。一般車のタイヤっていうのはだいたい5本とか4本というナットで止まってるんですけれども、練習カーはご覧の通り1本で止まってます。練習カーというのはその作業効率をですね、良くするためにこういうふうな1本で止まっているようになってます。これが今さっき外したナットですね。でこっちの、レンチの方に先に磁石がついてまして、でナットの方がホイールから外した時に、外れないように、飛んでいかないようにですね、というふうになってます。なるほど、最先端技術とピットクルーの努力がレース全体を盛り上げる鍵になっていたんですね。今回もさまざまな謎が解決。柳田選手、そしてご協力いただいた関係者の皆さん、本当にありがとうございました。柳田選手がすごい白衣を着てましたけどね、本当にご協力いただいて皆さん本当にありがとうございました。ランチということで、ドライバーの皆さんランチ意外にこう簡単なものを食べてるというか、トイレ選手はどんなものを普段は食べてらっしゃるんですか？ So during the day race, what kind of food do you eat? For lunch. I don't take so many risks. I eat pasta. Pasta? 僕も一緒ですね。同じものを頼んでもらって、でも味はちょっと違うんですよね。僕はどっちかって言ったらトマトソース系なんですけど、フナ選手はあんまりちょっとオイル系の。オイル、オリーブオイル。オリーブオイル系の。やっぱりチャンピオン争ってましたからね、同じもの食べてられない。マシンも食べ物も一緒じゃないとって。それ見せて、普段なんか好きな日本食とか逆にこれ苦手だっていうものあります？ジャパニーズフード。Any favorite Japanese food? Yeah, I like sushi or sukiyaki. 納豆もいける。納豆、you also you like 納豆。Yeah, I can. トロロはいけるって聞いたんですけど、あ、トロロ。Yeah, now I can. 何かこう試合前日にこれだけは食べておきたいみたいな、松田選手逆にこうこれは食べると勝つみたいなものってあります？やっぱり勝つです。あ、やっぱりそう。とんかつ。意外にベタですよね。意外にそうなんですよね。原価ぎですよね。エンディモンドということです、ね。なるほど。まあいろいろそれぞれの食生活があるということで、はい、ありがとうございました。さあ続いてはドライバーの命を預かる大事なアイテム、ヘルメットにスポットを当てましょう。はい、このヘルメットにはドライバーの皆さんのいろいろな思い入れがあります。はい、モータースポの特集です。ご覧ください。ドライバーの命を守り、ドライバーの顔となる、これが俺のヘルメットだ。国内モータースポーツのトップカテゴリー、フォーミュラ日本とスーパー GT、 限界ギリギリのレースでレーシングドライバーたちの身を守る唯一のもの、それがそう、ヘルメット。安全面を最優先して作られたものだが、同時にドライバーたちの第二の顔でもある。そこでそのデザインについてドライバーを直撃、モタスポスペシャル企画、それが俺のヘルメットだ。スーパー GT 参戦中のこの選手から。ドライバーの顔の代わりにヘルメットが分かりやすいようにということで、グラデーションで蛍光色を使っている。これが山野哲也のポイントですね。で特に正面から見た時にこの黄色いのが分かりやすいっていうのが、多分どこから写真を撮ったりとか観客席から見ても分かりやすいんじゃないかなと思いますね。基本的にテーマは宇宙になってます。
この青い部分は、銀河系、てっぺんに獅子座ですね。これは僕の星座です。世界一より宇宙一のドライバーになるという壮大な願いを込め、自分の星座の獅子座が描かれた脇坂選手のヘルメット、さらに後ろの部分のこのイラストは脇坂ジュニアをイメージ。そして自分と陰で支える家族の名前を表した数字が描かれています。続いては日本一速い男、本山聡選手。まあ、これ考えたのは僕が本当にもう16、17の高校生の頃、まあ、学校で授業中に考えたんですけど、一生懸命まあそれ以外ベースとしては本当に変えてないですね。本山選手はファンの子供たちにすぐ分かるようずっとこのデザインを守り続けているんだそうです。フォーミュラ日本で本山選手とチームメイトの星野和樹選手は、チームの監督であり父親の元祖日本一速い男星野和義のデザインを踏襲しています。よく見ると色は違うけど確かにラインは同じ。近藤レーシングの荒選手は、まず一番入れたかったのはこの赤ですよね。日本のナショナルカラーとして白ベースに赤っていうのはインターナショナルのレースに出た時に日本人であるという部分を、まあ、自分でアピールしたいなと。この人は今年流行のイメージをちゃっかり取り入れてました。まあ、毎年毎年ちょっと色は変えてってるんですけど、まあ、今年は大きく変えたのはこの艶消しの黒を入れたんですけど、まあ、シーズンの始め頃にあのちょい悪親父っていうのがちょっと流行ってて、それでまあちょっと僕もまあ優等生じゃなくてちょっとちょい悪風にしてみようかなと思いまして。スピード感にこだわっているのがこちらの2人のヘルメット。基本的にデザイン自体はカートの時と一緒で、まあ、ほぼ変わってなくて、まあ、意識したのは、まあ、とにかく前から後ろに対して、スピード感のあるようなデザイン、まあ、イメージをしてペイントちょっとしてもらってるんですね。まあ、いろいろタグオプターとかいろいろね変なこと言われたりはするんですけど、まあ、僕と金にはすごく気に入ってて、外に向かってグラデーションはついてるんですけど。確かにタケコプターっぽいけど速い感じ出てますよ、小暮選手。 ARTA からスーパー GT で参戦中の伊藤選手は、基本的にこれ見て分かるように横から見てもらうと、白い部分が、漢字の大、大輔の大っていう文字から取ってます。確かに大輔の大、豪快な感じです。片岡選手は名前の頭文字を取ってデザイン、それは達也の T。 うん、なるほど。バンバタク選手もタクの T をデザイン。そして後ろにはちょっと裏なんですけど、この新選組のマーク、僕のひいひいおじいちゃんが、土方歳三さんなので、その侍の血を引き継いで、レースで優勝を目指して、日本のトップドライバーになれるよう頑張りたいと思います。さて、外国人勢はどんなこだわりを持っているんでしょう。まずはスーパー GT のリチャード・ライアン選手から。 Hi, this is my helmet that I use in Super GT. As you can see, there's very bright orange color here. ライアン選手はイギリス人なのでユニオンジャックが大きく入っています。チームメイトでドイツ人のクルム選手は、このデザインは別に意味がないデザインですけど、最近後ろに日本にいてから日本の漢字入れたクルー有名でクルムという名前を漢字で入れてもらって、ちょっともっと日本人っぽくなろうかなと思ってね。漢字といえばビルドハイム選手のヘルメットにはクマの文字が。なんで？実は出身地スウェーデンではリオンはクマという意味、それで漢字でクマ。なるほどね。ところでドライバーたちが使っているヘルメットはレースセッションの合間にサーキット内のブースでメンテナンスが行われています。バイザーの傷などのチェックがされレースで入るように一つ一つ丁寧に磨かれ管理されるヘルメット。ドライバーの命を守りドライバーの顔にもなるヘルメットはレースを楽しませてくれる必須アイテムなのです。皆
皆さん本当にありがとうございます。やっぱヘルメットっていろいろな思い出強いんですね。それぞれ全然違いましたからね、驚きましたけれども、はいはい、今日極主のお二人にも持ってきていただきました、はい、こちらにあります、はい、ルル選手これ思い出どこにあります？So what kind of like special helmet that you put into like I just, yeah, I didn't want a circle on the top. That's the only thing I didn't want, you know. And also the white base white color. Mm-hmm. I wanted to be different than the other drivers. So, mm-hmm. and after, I didn't want a circle, so we put the V like victory. V だ。あ、確かにここに V V が貼りありますね。私自分の。僕はですね、あの前から見るとよくわかんないんですけど、横から見ると実はね M って書いてあるように見えるんですけど、M ってここ。そう、ちょっと新井さんが大きいんで、本当 M なんですけど、はい。自分自身の。自分自身のね、その M っていうのを表現したかったのと、あとまあやっぱりオレンジが好きなのと、あとこの上の星はちょっとシューマッハを意識して、でこの星分なんか勝てればいいかなっていうような星分1、2、3、4、5ということで、まだ5勝もしてなくて、はい、こうやって改めて見ると本当に視界がすごく狭いんだなって思いません、ね、中もね開けると意外に狭いですよね。市販されてるものよりも狭いんですよね。本当私の超えるぐらいの距離感というか、そうなんですよ、ね、これで怖くないですか、レース中も改めて。いや逆に狭くないとクラッシュした時にその、うん、いろんなものが飛んできたりとかするんで、うん、狭い方が逆にいいんですよね。ヘルメット本当ね、改めて顔でもあるし守っているものでもあるし、本当大事なアイテムの一つという感じがしますね。さあ続いてはスーパー GT です。チロさん、スーパー GT の注目は、うん、そうですね、毎年ですね、このオートポリスの一戦はですね、その後に続く最終戦に向けてのですね布石なんですね、うん、今回もですねかなり面白いレースが展開されました。楽しみです、楽しみです。スーパー GT 第8戦は大分県のオートポリスで行われました。大混戦のスーパー GT 第8戦オートポリスを制し、チャンピオンに近づくのは一体。ツーリングカーレースの最高峰スーパー GT 第8戦の舞台は九州では唯一の開催となる大分県のオートポリス。このレースを含め残り2戦、チャンピオン争いも佳境を迎え、激しいレースが予想される。この時点で数字上ではランキング15位の柳田正孝までチャンピオンの可能性がある大混戦の今年のスーパー GT。 そんな史上まれに見る混戦を制し、日本最速のツーリングカーマイスターの称号を手にするのは一体誰なのか。秋晴れのもと65周先の栄冠を求めてレースはスタート。オートポリス全ては王冠を掴むため、九州生き残り決戦のスタートが切られました。高田ドーム、日上はいいスタート、ファーマンが続いて本山が後ろから伺っています。オープニングラップ、ホールスタートの高田ドーム NSX 道上をかわし、トップに立ったのが2番手からスタートした ARTA NSX のラルフ・ファーマン。これに3番手スタートのザナミーネスモ Z 松田継雄が続く。これが気になるオープニングラップ。しかしスタート直後、ファーマンと松田が接触。ファーマンは右のリアを破損し、トップを走行中の8周目にオレンジディスクフラッグが出て、ピットでの修復を命じられ、大きく順位を落としてしまう。オレンジボール、ピットに入りました。無念のピットインです。これでトップに立ったザラビーニスモ Z の松田。8月に行われたフォーミュラ日本で6年ぶりの優勝を果たした相性の良いここオートポリスで、その時を彷彿させる走りを見せ、トップを快走。その後ろでは第7戦の覇者レイブリック・セバスチャン・フィリップと高田ドーム・道上の2台の NSX が熾烈な2番手争いを展開。26周目、ストレートで道上がフィリップに仕掛ける。さあこの1コーナーで行く、1コーナーで行った行った行った、ここで一気に行きました、ここで一気に行きました。ここはあっさりかわしていきました道上。その次の週、トップを走るザナミーニスモ Z がピットイン。松田から本山聡にドライバーチェンジ。今シーズン初勝利に向けて本山がコースへ復帰。その本山を道上から交代した高田ドームの小暮が猛プッシュ。その差1秒を切る接戦を繰り広げる。仕掛けていく RX7 の間に割って入ります。小暮がまさに牙を剥いています。小暮がまさに牙を剥いている。何
んとか元山はパスしたい小暮だが、元山が周回遅れのマシンを巧みに使うなど要所要所で日本一速い男のテクニックを駆使。その両者に2戦連続優勝を目指すレイブリック NSX の細川慎也が加わり、3台がトップ争いを繰り広げる。62周目、この白熱した3台の攻防から小暮が突然のペースダウンによって脱落。あっと、おーっと、おかしい、おかしい、高田ドーム失速、悪夢、悪魔が潜んでいる、ジェットコースターストレート、高田ドーム、同じ場所、またここだ、またここだ。残り3周、2番手に浮上した細川が元山を追撃。今度は元山と細川が壮絶なバトルを展開する。接触寸前の際どいバトルが続いたが、元山が最後まで細川を抑え切りゴール。ザナビーネスボゼットが今シーズン初優勝を飾った。日本でも今年勝ち星のない元山にとって、この勝利は嬉しい今シーズン初優勝となった。チームスタッフみんなでね、ここは必ず勝とうってね、もう勝ちたいじゃなくても勝とうってね決めてきてたんでね、まあ、それがちゃんと形にできて、まあ、よかったし、ずっとやっぱ応援してくれた日産ファン、ニスモファン、まあ、たくさんいますから、まあ、その中でね、その前でやっぱいいレース、いい結果を出したことがやっぱりドライバーとしてはやっぱ嬉しかった。モータースポーをご覧の皆さん、優勝しました。1位です。今回は本当に優勝したくて、まあ、優勝できるそういう実力があったというふうに思ってるんですけど、まあ、僕はまあ有言しただけで実行してくれたのはドライバーなんで、本当にドライバーに感謝しています。GT500 クラスの結果です。2位でゴールしたレイブリック NSX がピット作業違反により30秒のペナルティを受け3位に降格。2位には高田ドーム NSX が繰り上がりました。 GT300 クラスはプリベチューリッヒ・シデンが、こちらも嬉しい今シーズン初優勝を飾りました。2位にアマミヤアスパラドリンク RX7、 3位に DHG アドバンフォード GT が入っています。気になる GT500 クラスのチャンピオン争い、最終戦ではランキング8位のトレルイエ星野組までチャンスが残されています。バックスクラス優勝ありがとうございます。元山選手ともにすごく嬉しそうでしたね。今回どんなレース展開だったんですか？もうね、僕らにとってはこのレースでチャンピオンシップで残るか残らないかの大事な一戦だったん で絶対勝たなきゃいけないっていうのと、あと、ね、そのフルマークポイントを取らなきゃいけないってことで、すごくね大事なレースだったんですよね。で2人でもう行く前にねピリピリしながら、気合はもうかなり入った、気合はかなり入ってます、ね、どうでしたレース前のお二人の様子は？本当にですね、松田選手もいつもにも泣くって感じね。それとやっぱり本山選手のですねコンセントレーションはすごかったですね。でも松田選手ね、本命の日本でもオートポリス勝ってますんで、もうオートポリスの星、意見の星、いろんな星があるもね、はい、第9戦これかなり大事なレースですが、どうなってきますかね？最終戦のポイントによってチャンピオンになれる可能性のあと、もうずーっとリストアップされてきましたからね。たくさんの選手にとって500も300もと、で500にとってはですね、今回はその日産対ホンダっていうコースがありましたけども、富士に来ると今度トヨタ三つどもえどうなるでしょうか？これは分からない。ジローさん、ズバリ最終戦で決定するシリーズチャンピオンは？ズバリっていうのは本当に分からない。ジローさんも分からないですか？分からない。フォーミュラ日本、涙をのんだ元山のリベンジか、松田のぶっちぎりか、最終戦を見逃すな。さあということでですね、もうあっという間にエンディングのお時間
になってしまったんですが、松井選手、今後の予定をお願いいたします。はい、スーパー GT の方はですね、11月4日と5日に、富士スピードウェイで、行われます。そしてフォーミュラ日本の方はですね、僕の地元でもあるんですけども、はい、11月18日そして19日に、レースが行われるんで、皆さんサーキットにぜひ遊びに来てください。はい、松田選手もぜひシリーズ2位になるために今回優勝を目指して頑張ってください。はい、はい、応援してます。今日はどうでした、モータースポにいらっしゃって。 How was the show? Totally?It was very good, you know. It's the first time for me to be here, and I enjoy. It's a good time. Good time, good time. ホトエリー選手、松井選手、今日本当に来ていただいてありがとうございました。ジロさん、解説の方本当にありがとうございました。ということですね、次回の放送は11月26日です。お楽しみに。必ず見てくださいね。はい、それではまた皆さんとお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。